お前ら、最近は暑いけど、そろそろ来たな、この時期が。なんだっけ、ルザック覚えてる？わかんない、バレンタインじゃない何回やんだよ、バレンタイン。何をわけのわからんこと言ったろ、お前たち。8月といえば、林間学校じゃろうか。覚えてらんのか。あー、はいはい、あれね、あれね。あったね。ハマちゃんとかまっちゃんとかに会えんのか。サイン色紙持ってくんの忘れたな。それ林間。ん？違うの？大統領の方？リンカーンももう終わってるけどな、だいぶ前に。あ、そうなんだ、そうなんだ。うん、だいぶ前に放送終了してるけどな。俺たち、明日はリンカーンじゃから、寝坊しないようにちゃんと送るんやぞ。おいな。はーい。コメント絶対寝坊すんだよ、お前。いつもギリギリだからな。まあ、この学授業にすら間に合わねえのに、リンカーン学校に間に合うとは思えん。見捨ててくれ。ダメだったら見捨ててくれ。ダメだったら見捨てるわ。うん。頼んだ。うん、それはね、仕方ないことだから。ルザピ大丈夫なの？林間学校とか。いや、無理だよ。外苦手だよね。いや、虫多いんだよな。そうだね、半径3メートル以内に虫が入り込んだら死んじゃうもん、ルザピ。そう。ちゃんと、日焼け止めと虫よけスプレー忘れなよ。うん。私結構楽しみなんよな。まあ、林間学校俺も楽しみだけどね。うんうん。じゃあまた明日。バイバーイ。バイバーイ。うぜえ。サンチャンク。よし、ようやく着いたの。ここが林間学校の宿舎じゃ。あ、お前たちあまり騒ぎまくるじゃないぞ。よし、じゃあここの3人は部屋 C じゃ。部屋番号 C。優しい、おいしい。部屋番号は C じゃ。なんてんだこいつ。反応してあげるの優しいな、この人。いやいや、なんかシンパシー感じてさ。お、先生はここで外の準備があるから各自部屋に入っておとなしくしとれ。お茶の。はーい。なんかめちゃくちゃボロくね。なんかもう雑草舞いまくってるし汚ねえなこれ。どうしたか先生。虫出てきそうだ、めちゃくちゃ。ルザピ大丈夫？やべえ。なんかさ、お化けとかも出てきそう。うわ、くらっ。怖っ。うわぁ。あ、ここに天気あったよ。あ、ほんとだ。あー、明るくなった、明るくなった。まあでも、こうやって見たら、意外と住むには悪くなさそうだな。うん。一夜明かすぐらいだったらしっかりしてるね。ちょっとボロいけど。部屋 C だよね、私たち。部屋 C はここだね。あ、ここか。角部屋だから、騒ぎたい放題だ。うわぁ、二段ベッドやー。いいね、いいね。すげぇ。テンション上がってきたぜ、俺絶対上。俺絶対上。ベッドでいいや。ベッドめっちゃいっぱいあるから自由に使えるね。あ、私下にしとこうかな。おーし、もういいじゃん。いいっすね。なんか林間学校っていいね。いつもは都会の学校に通ってるけど、結構自然に囲まれるの悪くない。うん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 。そしたらちょっと荷物だけ置いとくか。おい、何持ってきた？ちなみにこれマジで誰にも言うなよ。うん、任天堂スイッチ3つお菓子5個持ってきました。持ってきてくれたの？ありがとう、ありがとう。これを配って俺はマザーテレサになる。ルザピは何持ってきた？僕、虫除けスプレー。はいはいはい。23個。おお、すごいな。23個。うん。虫に刺されるよりも肌かぶれそうだけどね。どうりでなんか鼻がツンツンするなと思ったんだよ、ルザックの近く。今日も1本使ってきたんだ。いや、逆に体かゆくなるって。刺された方が楽だって。ポケモンみたいなノリで使うやん。何持ってきた？手ぶら。手ぶらしかか。まあ大丈夫さ。任天堂スイッチとお菓子と虫除けスプレーがあればここでは生きていける。はいはいはい。新入りのお前にも優しくしてやるから、ここでは俺たちがルールだ。まずは俺たちに従うことから始めな。急に上からになったな。物資量が全ての世界じゃないぞここ。私手ぶらでも楽しむ自信あるし、はい、気持ちだけできた。気持ち一つで。そうだな、やるよスイッチ1個。うん、ありがとな、うん、助かるわ。うん、本当は忘れてきたんだよ。本当は普通に学校登校しちゃって、あ、今日林間学校だってなったんだよ。強がんなよ。ジャージマセクセしたら洗ってねえやつだろ。引き出しにあった忘れて帰ったやつだろそれ。そう、忘れて帰ったやつ着てる。これ T シャツなかったから、あの肌白いペンで塗った。ヤンキーやん。よし、じゃあ行こう行こう行こう。じゃあお前たちはまずは反抗水産や。林間学校で言えば反抗水産所からの、お前たちにはまずご飯を炊いてもらって、その後カレーを作ってもらう。同じ俺たちで頑張ってくれ。林間学校って言ったらそうなの？そうじゃない？
なんか最近のインターネットのイメージあったけどな。最近のインターネットのイメージ、うん、どんな感じ？え、ブロックチューンとか利用してさ。ああ、なんで？暗号資産って言ってたよね先生。ああ、そうやな。じゃあやるか一回。暗号資産やろうよ。多分。突っ込んでくれや。じゃあまずは。突っ込んでくれや。いや、イーサリアムからまず始めて。いや、ちょっと半合水産でしょ。オッケー、半合水産ね、はいはい、とりあえず今カレーをつければいいんだよね、まあ、うん、まあ俺たち甘栗と俺はよくね。まあそうね、キャンプ行くから。アウトドア好きだから。よっしゃ、うん、あ、ちょっと余裕、あれ余裕。ルザ君、ルザ君、ほんまにでもお腹空いた時とか自分で作るよ。おお、頼れるね。じゃあルザ君、得意料理は？最近はカップ焼きそばとか結構ね、いい感じにできるんだよ。でもあんまりカップ焼きそばできる人いないから、それすごい。いや、まあ甘すぎだろ。じゃあ配役を任せる、はい、じゃあ野菜を洗ってきてくれ。そうね、火を起こすのは慣れてる人やった方がいいと思うから、うん、とりあえず洗うんだ。あのここら辺のものを洗っといてもらっていい？オッケー。じゃあ俺たちは米を炊く、カレーの準備すっか。そうね、じゃあまず米粧火つけるの任せるわ。オッケー。じゃあ私その間ちょっとバドニンクして薪作っとく。針葉樹最初いっぱい作っといた方がいいよね。フェザースティックとか作っとくわ。シュッシュ。オッケー。あれなんかゴシゴシ音聞こえない？ん？聞こえるな。何の音だこれ？野鳥じゃない？野鳥。おい、ちょっと待って。おい、ちょっと待って、何してる？めっちゃ綺麗にできた。お前、洗剤で野菜洗ったのかな？洗剤で、しかも食器用洗剤じゃなくて服用の洗剤だ。これとかめっちゃ綺麗にできた。待って、これ漂白剤使ってるじゃん。お前ちょっと待って、ルザックこれ横に柔軟剤とか置いてあるけど、まさかこれも使おうとしてたわけじゃないよね？これ使おうとしてた今。やばい。まあでも柔らかくなるかもしれないからありだよ。いや、甘すぎるだろう。野菜それだけ洗ったの？リンゴも洗った。リンゴは。めっちゃ光ってる。めっちゃ光ってるやん。すげえ。なんか輝いてるよこのリンゴ。すげえじゃなくて、ちょっとマジで食中毒になる可能性あるって。私たち、あの ルサピ、あの洗うときは、食材洗うときは水だけでいいよ、うん、水だけで。そうなんだ。そう、水だけでお願いね。大丈夫？オッケー。肉も洗ってもとるわこれ。え、本当に？肉も洗った、うん、肉洗わないんだよ。肉洗わないの？肉洗うと表面についてる菌とかがあれして、あれなるから良くない、大丈夫かな。私たちこれ今日トイレから出られない可能性あるよ。これ肉もしっかり洗ってくれてますね、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないんだって、やばいって。まあ、まあ、焼けばええっしょ。お腹の中入れば一緒、うん、リンゴも光ってるし。よし、じゃあちょっと薪割っとくね、たくさん。こもしもう火つけちゃっていいよ。 OK、 チョコファイヤー、ナイス。おー、こっち針葉樹で、この束になってる方広葉樹だから、ちょっと好きに使って。あざっす。ちょっと私、じゃあちょっと他のところ見てこようかな。オッケー。視察行ってくるわ。食材とか分けてもらおう。よく火見とくよ。あ、ありがとう。頼むわ。危ないから気をつけてね。少なくなってきたら足すだけやから。オッケー。じゃあ任せるわ。うん。よーし。3チャンク。よし。そろそろ火も安定してきた頃かな。え、ちょっと待って。ルザピ何やってんの？ここに来ます。え、待って、ルザピ何やってんの？やばいって、やばいって。あれ？めっちゃいい感じだよ。待って、ルザピ危ない。あっちやばい、火出しすぎ。やばい、ちょっと待て。消化しないと。先生逃げてくれ。やばい、消化。まずい。危なかった、ルザピ。危ねえ。何をされていたんですか？今めちゃめちゃ火入れたら、火が。分かった、ルザピは、食べるの得意そうだな。ルザピ食べるのうまそう。確かに。食べる役に任命しよう。ルザピはここに座っててくれ。カレーできたらみんなで食べよう。待っとか。そう、ルザピにはちょっと味を見てほしいから。うん。今週あいつに任せたら終わるぞ。ニュースになるとこだったな、今。米を洗剤で洗うバカは聞いたことあるが、野菜と肉を洗剤で洗うバカは紳士すぎて聞いたことがない。しかもあいつなんかピッカピカのリンゴ食って、なんか顔色悪くなってる。なんかプンプン、なんか出てるぞ、なんか。絶対漂白剤使ってたって。大丈夫か。大丈夫なのかな。いいや、とりあえず急いで米炊いちゃおう。オッケー、なんとか3人分のカレーできたね。おー、見た目は全然うまそうじゃない。ちょっと心配な部分もあるけど。なんじゃこりゃ。全然美味しそうだよ。はい。すげえ。うん。じゃあ3人で食べるか。
じゃこりゃこのカレー大丈夫これ。いやでも悪いもんは塩素系洗剤しか入ってないから大丈夫じゃないかな。いや十分だな人を殺すにはじゃあせーのいただきまーす。いただきまーす。あやばい、この人食わない方がいい。食うな食うな。払えて。やばい、なんかやばいやばいやばい、死ぬ死ぬ。体調悪くなってきた。トイレトイレトイレ行ってくる。私あ待って俺ちょっと やばいかもしれない。大丈夫か。うえうえあーすっきりした。なんか体細くなった気がします。体の水分全部出ていきました。細くなりすぎたな。痩せてラッキー。あれ米将軍さん大丈夫ですか。出たわ。全部出すぎだろ。なんでルザピー平気なの。いやー危なかった。体の中で戦ってた。いやーちょっとひどい目にあったな。うん、何を食べたらああなったんだ俺たちは。しばらくベッドで横になってよ。今日はゆっくり寝よう。あれとも、うん、どうした。寝てないね。こっからでしょ。いやもう私たち体のもの全部出てったから大丈夫、出たなら大丈夫だよ。いや洗剤で野菜洗っといて何を敷き取ってるんだ君は。ちょっと休ませてくれよ。学校なんだよ、まあ、冒険行かないと。でも確かに一理あるな。それはそうだな。ここに来れるのって多分もう今回だけでしょ。まあ確かに醍醐味って言えばこの夜中に先生たちの監視の目をかいくぐって、はいはいはい、ちょろちょろしちゃうみたいなところあるからね。そうですね、やったりますか。実はねちょっと怪しげな倉庫見つけたんだよ。お、お化けが出そうな感じのすんげーボロい倉庫見つけたんだよね。怖いよお化け。でもなんかこの山奥だし不気味じゃない。いやめちゃめちゃ不気味よ。不気味だからいいじゃん、行ってみようよ。どうですかレザックさん。行こう、3人でちょっとお化け退治しちゃおうぜ。いやだー。待て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 、大丈夫か。危ない危ない。おちょ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 、危ない危ない。オッケー、誰もゆっくりドア閉めて。あー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 、コマショー君いけ、今しかない、いけコマショー君、誰もなさそう。走ってけ、走れ走れ、もしかして走れ、いけいけ。ベイトってやつですか僕これ。いわゆるよし、ちょっと角待ちケアするわ先生の。オッケーオッケーオッケー。あ角いない角いない、いける、入れる入れる入れる。安全だルザピー行こう。安全だよし、そこ気をつけろよ、そこ。いない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 。ナイス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 、ナイスクリアリング。先生はあ、ちょっと待って、誰ここに。待て待て待て、コマショコマショコマショ、やべやべやべ、なにやば先生は。片付けしてる。でもなんか湯気立ってる先生。なんかあ、なんかね、干物焼いたりして楽しんでる。あー晩酌してんのか。晩酌してるわ、行くなら今しかない。よし、こっちこっちこっち。先生があそこにいるってことはこっちは絶対大丈夫だから。あの倉庫なんだよ、あの倉庫。うわー怖えー、真っ暗だしよ。真っ暗だし、なんかめちゃくちゃ雰囲気あるよね。いたねこれ、入れんのまずこれ。なんか開くかな、はい、あれちょっと固め。あでも鍵外れてるわ。鍵開いてる、大丈夫。じゃあ入っちゃおう、ガチャ。うわー開いた、え入れるんだ。めちゃくちゃ汚ねえど、なんじゃこれ。ほんで特になんか面白そうなもんが、何も面白そうなもんもない。あでも、トランポリンあるわ、トランポリン。本当だ。何なんだここ。飽きたな。あロッカーの中とかは。何も入ってなさそう。ゴミばっかりだ。どうする。そろそろ帰る。来たはいいけどなんか。思ったより何もない。ルザピーずっとトランポリンで愛してるけど楽しいそれ。なかなか乗ることないからね。まあ確かに天井気をつけてんな。うん。あれあ れなんでドア閉めたのコメショ。え俺閉めてないよ。えあれさっき開いてたよね、開きっぱなしできたよね私たち、うん、もうちょっとやめてよ。まあまあでも風じゃない普通に。あれん開かない。あれ立て付け悪いのかな。え待って、ちょっと待って待って待って、開かないよ。開かない。なんでこっちから見たら外の鍵かかってるんだけど。なんで、え私たちしかいなかったよね。ちょっともう怖いって、絶対幽霊じゃん。いやもうだ誰か
鍵かけに来たのかな。うん、だってもう夜の12時だよ。まあ、でも勝手に閉まるわけもないし、いちいちこんなところに鍵かけに来る人いる、ね、逆に言うと幽霊が鍵かけると思う。確かに幽霊はよく鍵かけるよ。いやまあでもとりあえず明日になったら道具とか出すために使うと思うから、うん、明日までここでゆっくり語らうか。これもいい経験じゃない。そうでしょ、のんきすぎるだろ。大丈夫か。朝までちょっと3人でゆっくりしてようよ。うん、絶対怒られるよ先生に。もう俺たち何十回も怒られてきただろ。確かに。よし、じゃあなんか雑談でもするか。さんちゃんく、二人はさ、ちょっと好きな野菜とかあんの？なんかあんま言いたくないな。お前が言ったら言うわ、俺もじゃあ。いやいやいや、恥ずかしい。さすがにトップバッターは。ルダピは好きな野菜とかいる？いや、あるよ。何？え、マジで？同じクラス？いや、違うね。え？何？頭文字だけ、頭文字。は、待って、分かったかもしんない。嘘、私全然予想つかない。でも意外だね。ねえ、米塩はもう分かってんの今ので？多分このあれなんじゃない、あのあれなんじゃないかなって分かる。え、ちなみに米塩じゃあイニシャルは？イニシャル、うん、N から始まる。いる？いる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 。私ちなみに P。 P はもうあれしかいない。バレちゃった。P でバレちゃった。俺言うわ。うん、俺ナス。ナスか。いやー、なんかいやー、いいよね。まあ結構肌ツヤいいよね。うん、最近ちょっとみんなとはちょっと接点なかったから意外かもしれないけど、ちょっとナスずっと前から好きだったんだよね。うわ、いいじゃん、付き合っちゃえよ。付け合わせになっちゃえよ。いやいやいや。結構ね硬いんだよガードが。まあ確かにな。うん、それったら私もちょっとガード硬い系なんだけど、ピーマン。いいかー。いいちゃんが、まあね、確かに結構。そうなんよね。うん。でも中身スッカスカな感じがいいなって思って。うん、でも中身に結構苦いの入ってるよあれ。ガード硬いくせに中身スッカスカで実は何も考えてないっていうギャップがいいなっていう。え、ルサピは？玉ねぎだよ。玉ねぎ好きなの？待って、何嘘ついてんの？歯は？歯どこ行った？歯。歯？歯って言ってた。言ってたよ。歯？歯って言ってた。うん。あ、歯って言ってたのか。じゃあ全然人違いだったわ。なあ、俺らさ、朝の6時までずっとこれやってるつもり？このしょうもない会話、繰り広げてるつもり？思ったんだけどさ、うん、やたら暑くないこの部屋。そうよね。めちゃくちゃ暑くない？なんでかわかんないけど、全部閉まっちゃってるから、どんどん中が暑くなっていってる。窓開けてみる？いや、開かないな。ちょっと待って。なんで？窓なんか固定されちゃって開かなくなってる。え、じゃあ気温は今42度。やばいって。やばいやばいやばい。このまま朝まで待ってたら私たち人が来る前に死ぬんじゃない？結構まずいぞ。飲み物も何も持ってきてない。死体で見つかるって。え、じゃあさ、ちょっとやばいから、死体で見つかった時一番面白いポーズしてた人勝ち選手権やろ。うん。お前、一番やべえのお前だよ。いやいや、死ぬ時も面白く痛いじゃん。あー、でもどうにかして脱出できる方法ないかな。とりあえずじゃあ探索してみようよ。うん、ロッカーとかに使えそうなもん。釣り竿は絶対使わんもんな、こんなん。釣りしよう。釣り竿は使わんもんな絶対。あと人参もこれ腐ってるかもしんないし、鉄？鉄くずがいっぱいあるだけだね。いやー、これじゃ何もできないな。ほな、他にそもそも出れそうな場所ないしね。ね。あ、でも待って、ちょっとこっち来て。あそこの窓。ほんとだ。あ、通気口か。あそこなんか出れそうじゃない？ちょっと待って、酸素吸いたい。酸素吸いたい。うわ、届かない。あ、ギリギリ。あー、やばい。酸素俺も吸いたい。あ、なんかこれ、トランポリン持ってったら息吸えるんじゃない？見たことあるぞこれ。なんかあの、鯉に餌やる時のポケだこれ。あそこまで行こうにもちょっと行けないな。よし、トランポリンここに移動させたから、これでちょ、交代に風当たろうぜ。さすがに暑すぎるから、ここから入ってくる隙間風をみんなでこれ交代に浴びよう。あ、気持ちいい。一瞬涼しい。おい、早くこれを。あ、でも待って、運動量の方がギリ大きいかも。ちょっと暑いかも。あ、涼しい。一瞬涼しくない？一瞬。あ、涼しい。よし。あ、でもこれをやっ汗かいてきた。暑い。これをやって朝まで耐える？私たち6時間。無理だ。無理よな。死んじまうよ。あそこから出られそうっていうのは間違いないんだよ。
よし、ちょっとわかった。じゃあこの中にあるものをとりあえず全部かき集めてくれ。はい。もしかしたらあそこから脱出することができるかもしれない。確かに。とにかく探索しまくろう。うん。お、金属を手に入れたぞ。お、ナイスナイスナイス。でも金属もね、クズしか入ってないよな。なんかあるかな。じゃあ落とすね。とりあえず、うん。あ、オッケーオッケー。じゃあ一旦集めてもらっていい？作戦練ろう。じゃあまずはでっかい8個と、はいはいはい、インゴットが1個入ってたね。お、ルザピは？僕なんもない。なんもなんもない。ちょっと待って。うん、じゃあ今持ってるのは釣り竿とインゴットと鉄塊と棒だけ。なんかできる？ちょっと考えるわ。あの枯れ木はなんかに使えないかな。いやさすがにどこも使えそうなところはないか。一旦あれをはしごをクラフトしたいけど、はしごをクラフトするには棒が1個足りない。上の柱にチェーンを作ったら通せるかもしれない。釣り竿はどこで使おう。いやーここの隙間なんか空いてんだけど、こっからは出れたりせんよな。あ、ちょっと待って、コメショー、それだ。この穴を使えば出れるかも。無理だよ、通んないよ、人なんて。人は通らないけど、腕は通るでしょ。作戦を発表する。はい。まず、あそこの枯れ木を取って、ここの隙間に腕を入れて植える。ああ、何のために。そして枯れ木は壊すと棒になってドロップするから、棒になったのをこの釣り竿でルザピに釣ってもらう。なるほど。そうすると棒が7本になってはしごがクラフトできるんだよ。じゃああそこまで登れるってこと？ただあそこまで行くのに、ここからじゃトランポリンを使っても足りないから、このトランポリンをこっちに移動させて、ほう、このロッカーの上に登る。なるほど。でロッカーの上からここにはしごを乗っけて一人上に立つ。ほう。そしてここにあるコンポスター、これは素手でも運べそうだから、これをここに積み上げて、鉄塊と鉄インゴットでクラフトしたチェーンをこの柱とこの柱に巻きつける。なるほど、なるほど。そしてここまで行った人が今度ここのはしごに捕まって、外に出て外側から鍵を開けるか助けを呼んでくれば完璧っていうことよ。なるほど。つまりは登るってことだな。解像度薄まあとりあえず言う通りにしてくれればいけるはずだから信じてくれ。わかった。ほんまにできるんですか、そんなこと。枯れ木をここに置きます。届くかな。ルザピできる、これ。ルザピの方が腕細いから一瞬だけ置けそうなタイミングがある。はい、ナイス。おお、置けてる置けてる。じゃあ今度それを壊して、壊すよ。うん、壊した。で、棒になった。ナイス。お、棒、あ、棒だ。釣り上げてルザピ。オッケー。見えへん。あ、あの棒をちょっとルザピが釣り上げてくれればはしごが1個作れるんだよ。オッケー。いけるか。難しそう。あ、来た。引っかかった。お、行くぞ。はい。かっこいい。おお、ナイス。手に入った。ナイス棒。はしごがクラフトできる。よし、はしごできた。ナイス。なんかいけそうな気がしてきたぞ。そしたら、このトランポリンを今度こっちに移動させよう。あー、わかった。大変だな。よし、そしたらコメショー、このトランポリンでロッカーの上に登ってくれ。あ、その前に、これできるかな。その前にはしごを一つ渡しとく。あー、ありがとう。ちょっとやってみるわ。運動神経にはまあ自信はあるからね。よし、頭気をつけろよ、上の柱。いくよー。はっ、おナイス。おお、危ねえ。そしたらここにはしごをつけたら、多分この柱の上に登れるんだよ。あー、オッケー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 、任せて。じゃあここに置くね。はい、ナイスナイス。よし、そこを登れ。じゃあちょっと登ってみるわ。うん、うわっ、よし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 。あ、これうわー、ギリギリ登れた。ナイス。そして今度米ショーをこっからこっちに渡らせるためにチェーンを作って、この柱とこの柱にチェーン巻きつけて、その上をコメショーに渡ってもらいたいんだよ。おいおいおい重労働すぎるだろ、大丈夫か。ちょっとチェーン作るよ。うん、これでチェーン渡してくれ。じゃあちょっとこっち側縛り付けるの私やるから、そっち側コメショー頼む。はい、こっちからそっちに引っ張っていって、あ、ちょっとだけ長さ足りない。いや、ちょっとこれ届かないな。私が今手で持ってるからなんとかなってるけど、この状態で私が手離したら落ちちゃう。ちょっと、もうちょっとないのか。あと鉄インゴットあったら作れそうなんだけど。探してみる。ちょっと頼む、アルザピ。コメショ待っててな、そこで。ん？鉄だ。腕プル。どこ？ここに隠れてた。
あ、ナイスナイスナイス。そうやナイス。ちょっとやばい。ハマグリの腕がプルプルしてきてるから。チェーンクラップして。クラップするの。プルプルしてきてる手が。ちょっとちょっと重たいチェーン。チェーン重たい。クラップして渡してくれ。チェーンチェーンどうやってつくんだ。上下に鉄かいで真ん中に鉄インゴ。そういう感じもいいよ全然。できたできた。渡してくれ。あと3分ぐらいこのままで見てみよう。ちょっと待って、あと優しい。よかったよかった、ナイス。そしたらこれを、私の後ろなんかある、なんかある。なんかあるなんか後ろに、トランポリンだ。それ、あれだ。トランポリンが邪魔で置けない。トランポリンだ。じゃあこうして、オッケー。おー、ナイス。じゃあ通るよ、ここ。まず安全確認して、落ちないか。めちゃくちゃ怖いんだけど。いけるか？あー、怖いけど一応落ちてはいない。ナイスナイスナイス。早く渡っちゃった方がいいかも、逆に。あー、怖っ。いきます。おおおナイス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 。お、よし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 。ナイス。危ない危ない。で、そこまで行ったら、今度私がここにはしごを置くから、このはしごに着地して、その通気口から外に出れるはず。よし、コムショウ頑張れ。お前が助け呼びに行くんだ。よーし、行きます。3、2、1、はい。おー、ナイスナイスナイス。乗れた乗れた乗れた。あとはじゃあここを私が開けるから、そしたらコムショウが。ナイス。来た。よし。どうしたコムショウ。そのまま外を出ていいよ。高いからちょっと飛び降りるの怖いとかそういうの今更言わんよな。ん？どうした？いや、その出れないわ。嘘でしょ、ね、なんで？こっちは昨日扉だったんだけど、こっちはガチガチに鉄の扉だった。開くことがない、ね、マジか。どんだけ押しても開かないよここ。絶対に無理そう。絶対に無理。どんぐらい無理かって、多分甘栗が一生これから革靴履かないぐらい無理だと思う。かなり無理だな。かなり無理だわ。わかった。じゃあとりあえず一旦降りてきてくれ。いや最悪。大丈夫、足大丈夫。おお。負傷者1。右足の感覚がないんだ。やばいな。しかももう室温50度超えてるよ。やばい、なんか別の方法考えないと。元気も出なくなってきたな。なんかご飯でも食うか。そっか、奥には鉄格子があったのか。待て、他にも何か方法があるはず。考えろ考えろ。あ、ちょっと待って、さっきちょっとなんかここの部屋に入ってた人参あったわ。ん？ちょっと待てよ、さっきからなんか豚の鳴き声が聞こえるな。豚がいる。これは何か使えるかもしれない。あー、ちょうどちょっとさっきいろいろ運動したからお腹減ってたんだよね。はあ、結構甘いね。美味しい。そして豚の手前に感圧板。豚をここまで誘導することができれば、このドアが開くかもしれない。豚を誘導する方法。いやー、人参はね、油で焼くとカロテンの吸収がいいって言うんだけど、結局生が一番甘くて美味しいんだよね。美味しい人参万歳。イエイエイ。そうだ、さっき確かロッカーの中に人参入ってたよね、ルザピ。そうだ、その人参をこの豚に見せれば、豚が寄ってきて感圧板を押してこのドアが開くかもしれない。確かに鉄のドアだからって最初から諦めてたけど、ここから脱出できるかも。よし、ちょっとロッカーの人参探そう。人参人参。ああれあれ、なくなってる。何探してんの？え、さっきここに人参入ってたよね。あの人参があったら脱出できるかもしれないんだよ。人参は食ったよ俺が。え、いや完全に終わった。うわあ、なんで完全に終わった。美味しかったよ。ごめん将軍、それが最後のご飯。しっかりと味を覚えとくんだ。人参は甘くて美味しかったよ。これなんか頭壊れちゃってる暑さで。本当にこれでゲームセットだ。もう脱出する方法は一つもなくなっちゃった。なんかお外が明るくなってきたように思えるな。まだ全然真っ暗だよ。真っ暗だよ。コメショウはダメだ。体も軽くなってきた。ルザピ、無理かもしれないけど、ちょっとでも可能性がある限り、壁をぶん殴ってぶち破る方法でいこう。分かった。最後は筋肉で解決するしかない。開け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 。お外が明るいや。おい、コメショウ、目覚ませ。何？もうこうなったら、最後全員で壁をぶん殴って、壁に穴開けるしかねえ、もう方法は。ちょっとごめん、急しちゃったわ。いや、暑いからな、仕方ない。みんなでちょっと一箇所の壁を殴って穴開けようぜ。よし、ほら、急にこんな力技なのか、ごめんよ。ほら
仕方ねえだろ、お前が人参食っちゃったんだから人参分も働け。ほら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 、サンチャンク。はぁ、あ、無理だ、もう私たち本当にここで死ぬんだな。まあ短い人生だったけど悪くはなかったよ。あのカレーを食った時も死ぬかもしらんと思ったけど、その時以上にちょっと死を覚悟してるわ。まあしょうがないよ。そうね、死ぬんだったらやっぱ面白い死に方したいから。どうしようかな、逆立ちで死んでたら笑ってくれるかな。いやー、まあでも良かったかもしんないわ、最後の時間お前たちと過ごせて。結局この3人でいる時間一番長かったしな。もう死ぬのか俺たちは。受け入れよ、受け入れたら楽になるよ。あれ、うん、え、どなたですか。ほんとだ、ドアが開いてる。え、職員さん、誰なんだろう。ありがとうございます、助けてくれて。あー、どっか行っちゃった。ルサピ、ドア開いてよ。ほんとだ、よかった、助かった。え、なんで開いたんだろう。うん、さっきね、職員さんが来て開けてくれたんだよ。あ、そうだったんだ。ねえ、うわ、助かった、よかった。やった、マジで死ぬかと思った。涼しい、いやー涼しい、涼しくはないけど倉庫よりは涼しい。いやー、やっと帰れる。いや、マジで死を覚悟したわ今回ばかりは。やばかったね、マジで。うん、ありがてえ。あー、うわ、先生。うわ、お前たち何をやっとったんじゃ、こんな夜中に。すいません、ちょっとと出来心で倉庫の中に何あるんだろうなと思って入ったらドアが開かなくなっちゃって。バッカモンか、ドアを閉めたのはわしじゃ。あんなところ鍵が開けっぱなしで寝るわけいかんやろうか。ちゃんと中確認してから閉めてくださいよ先生。こんな倉庫に入ってくるようなやつがバカモンがどこにおるんじゃ。確かに。でも私たち死にかけたんですよ。マジで暑かったね。お前たちでもどうやって出てきたんじゃここに。いや、それが先生、女性の職員さんが助けてくれたんですよ。いや、もうその人が来てくれてなかったら私たち本当に死んでたよね。ん、何を言ったんじゃお前ら。この宿は貸し切りで取っとるから職員さんも何も先生しか見回ってるやつはおらん。ねえ、二人も見たよね職員さん。いや、米翔がそう言ってたからそうなのかなと思ったけど、うん、直接は見てない。多分影とかになってたのかな。ね、ドアが開いた時にいたよね、目の前に普通に立ってたよ。いや、それは分かんない、俺ら見てないかもね。見えなかったね。え、じゃああの女の人って誰。快晴の空の下、夏の匂いがまた僕を包む。あの頃私が見上げた空